どうも。要件を簡潔に説明してくれるかい？ん？仕事の件じゃない。そっちの方が逆に緊張するんだがな。とにかくまあ、座ってくれ。ついでに、俺のことは公爵と呼ぶといい。あいつらがみんなこう呼ぶもんだから、もう慣れちまった。俺の背中にメルジーヌが書いたステッカーが貼ってあったら、剥がしてくれるかい？執務室でペットを飼おうかと考えたことがあったが、日差しすら届かない場所で暮らすなんて、犬や猫がかわいそうすぎると思ってやめたんだ。違法行為はしないように。他に何か言っておくことはあったか？ああ。違法行為はやめておいてくれ。もうこんな時間か。アフタヌーンティーを飲み終えたばっかりかと思ってたんだが。おやすみ。俺ももう少ししたら寝るさ。この夜の静けさを借りて、いろいろ清算しようと思ってな。俺のことを深すぎる謎に包まれた人物とか、全能すぎる人物だと思ってくれている奴が多いみたいだが、あいにく俺は、二つの目と二つの耳しか持ち合わせてないんだ。メロピデ要塞の隅々にまで、目や耳が届くわけないだろう。俺のケーキはとっくに終わってるから、今は自由な市民さ。もちろん、水の上をぶらつくことだってできる。案ずることはない。俺がずっと居座ってないと、メロピデ要塞が安定して運転できないなんて、かえって不健全だろ。俺が誰かに抱く第一印象は、大抵、週刊登録リストから来てる。どうやらあんたも例外じゃないらしい。利益のやり取りがなくなって、初めて友達になれるって言うだろ？今から始めてもいいぞ。昔、獣人から化学薬品を使って、元素を使う方法を学んだことがある。神の目の配布を、どの部門が管理してるのかは知らないが、これくらいの分不相応は、気にしないらしいね。警察隊の捜査から逃げる方法を知ってるかい？それはな、自分に長ったらしく覚えにくい名前をつけることだ。そしたら奴らが、誰々、手を挙げろと叫びたいとき、済むからな。働かざる者食うべからずという言葉は、かなり昔からメロピデ要塞の壁に刻み込まれてる。誰の仕業かは知らんが、水の下じゃ確かに使えるな。理論上、俺のことを全く知らない者の方が、より幸せな生活を送れる。俺の体にある傷跡？かつて、深海の巨獣がメロピデ要塞を占拠しようと攻め込んできた時に、そいつとの喧嘩でできた傷跡。というのはもちろん嘘だ。信じるなよ。
知ってるか？手錠っていうのは型番が近ければ大抵は共通の鍵で開けられるんだ。俺が持ってるやつだけは例外だけどな。俺一人の能力には限りがある。俺は病気の治療もできないし、発明品を作ることもできないだろ。それに巨大な船を作ることだってもちろん不可能だ。だがこういうことをやれる者がどこにいるかを俺は分かっているから、みんなはただ俺の顔を立ててくれるのさ。今の俺はそれなりにいい暮らしをしてるが、それでも手に入らない一部のものが羨ましい。平和で楽しい子供時代と、簡単に他人を信じることのできる力だ。矛盾してるとか言いづらいとかそう思う者もいるらしいが、俺は別にこの気持ちを認めてもいいと思ってる。己の本心に逆らって何になる。検討？趣味とまでは言えないな。ただ生活する上で必須のもんさ。他に何かおすすめの趣味はあるかい？俺は確かにフォンテーヌ人らしい顔つきをしてるが、 100% 確定ってわけでもないね。大会に飛び込んで確認してみるしかないか。あんたに信用してもらえて光栄だ。これであんたに恩を返さないといけなくなったな。なぜ俺よりも得意げな顔してる？力と希望の兆しは好きだ。この先の未来は全てが良くなっていく、そう感じさせてくれるからな。別に悲観的に考えてるわけじゃないぞ。ただ事実を述べてるだけさ。何せ現実世界では常に物事が順風満帆に行くわけじゃないからな。だがいいニュースもある。悪いことが起こってしまう時には俺らは同じ側に立っているはずさ。そうだろ？いや、ちょうど芝生でも探してしばらく横になろうかと思ってたところだ。俺に用がないならな。ああ、環境はいいし、温度や湿度も日の打ちどころがない。のんびり過ごすにはぴったりの場所だな。これほど快適なシェルターを持ちながら、なお世を旅して回ることを厭わないとは。あんたがただものじゃないってのは確かだ。その揺るぎない口ぶりからすると、どうやらそれはあんたの人生において重要なことらしいな。目標にこだわるのはいいことだ。人生の道で迷わずに進む。だが執念に支配されて危険な道に足を踏み入れてはいけないぞ。いいな。何しろこんなに素敵な場所があんたの帰りを待ってるんだから。いいだろう。何か話したい話題でもあるのかい？こういう時は天気の話から話すものだが、ここの気候はずっと変わらないようでな。なるほど。あの管理人は壺の精霊なのか。遠くから見ると大きな青冠柄みたいに見えるから、ここに来たばかりの頃はそういうペットでも飼っているのかと勘違いしてた。
ああ、いいえ、手妙だな。そういえば、子供の頃も似たような間違いをしてた。俺はメルジーヌのことを、アンジェリック・アプリシアが陸に上がるとああなるんだと思ってたんだ。その後、本を読んで、しっかり頭の中に叩き込んだけどな。知ってると思うが、メルジーヌは、フォンテーヌの正式な市民として法律に定められていて、ペットや化け物として扱うことは固く禁じられている。なら問題ない。少なくとも法的なトラブルに巻き込まれる理由は一つ減ったな。海底で働いてくれる人が大いに越したことはないが、俺には犯罪を教唆する趣味はないからね。みんなにはできるだけ正規のルートからメロピデ要塞で働き、パレ・メルモリアの人々に迷惑はかけないでもらいたいと思ってる。ああ、おやすみ。日中はいつも騒がしい。だから、考えにふける必要のあるタスクは、大抵夜に取っておくんだ。でも、ここでならその必要はないな。もう少しぼーっとさせてくれ。どうも。要件を簡潔に説明してくれるかい？ん？仕事の件じゃない。そっちの方が逆に緊張するんだがな。とにかくまあ、座ってくれ。ついでに、俺のことは公爵と呼ぶといい。あいつらがみんなこう呼ぶもんだから、もう慣れちまった。俺の背中にメルジーヌが書いたステッカーが貼ってあったら、剥がしてくれるかい？執務室でペットを飼おうかと考えたことがあったが、日差しすら届かない場所で暮らすなんて、犬や猫がかわいそうすぎると思ってやめたんだ。違法行為はしないよ。他に何か言っておくことはあったか？ああ、違法行為はやめておいてくれ。もうこんな時間か。アフタヌーンティーを飲み終えたばっかりかと思ってたんだが、おやすみ。俺ももう少ししたら寝るさ。この夜の静けさを借りて、いろいろ清算しようと思ってな。俺のことを深すぎる謎に包まれた人物とか、全能すぎる人物だと思ってくれている奴が多いみたいだが、あいにく俺は、二つの目と二つの耳しか持ち合わせてないんだ。メロピデ要塞の隅々にまで目や耳が届くわけないだろ。俺の刑期はとっくに終わってるから、今は自由な市民さ。もちろん水の上をぶらつくことだってできる。案ずることはない。俺がずっと居座ってないと、メロピデ要塞が安定して運転できないなんて、かえって不健全だろ。俺が誰かに抱く第一印象は、大抵、週刊登録リストから来てる。どうやらあんたも例外じゃないらしい。利益のやり取りがなくなって初めて友達になれるって言うだろ。今から始めてもいいぞ。昔、獣人から化学薬品を使って
元素を使う方法を学んだことがある。神の目の配布をどの部門が管理してるのかは知らないが、これくらいの分不相応は気にしないらしいな。警察隊の捜査から逃げる方法を知ってるかい？それはな、自分に長ったらしく覚えにくい名前をつけることだ。そしたら奴らが、誰々手を挙げろと叫びたいとき、済むからな。働かざる者食うべからずという言葉は、かなり昔からメロピデ要塞の壁に刻み込まれてる。誰の仕業かは知らんが、水の下じゃ確かに使えるな。理論上、俺のことを全く知らない者の方が、より幸せな生活を送れる。俺の体にある傷跡？かつて、深海の巨獣がメロピデ要塞を占拠しようと攻め込んできた時に、そいつとの喧嘩でできた傷跡。というのはもちろん嘘だ。信じるなよ。知ってるか？手錠っていうのは、型番が近ければ大抵は共通の鍵で開けられるんだ。俺が持ってるやつだけは例外だけどな。俺一人の能力には限りがある。俺は病気の治療もできないし、発明品を作ることもできないだろ。それに巨大な船を作ることだってもちろん不可能だ。だが、こういうことをやれる者がどこにいるかを俺は分かっているから、みんなはただ俺の顔を立ててくれるのさ。今の俺はそれなりにいい暮らしをしてるが、それでも手に入らない一部のものが羨ましい。平和で楽しい子供時代と、簡単に他人を信じることのできる力だ。矛盾してるとか言いづらいとか、そう思う者もいるらしいが、俺は別にこの気持ちを認めてもいいと思ってる。己の本心に逆らって何になる。検討？趣味とまでは言えないな。ただ生活する上で必須のもんさ。他に何かおすすめの趣味はあるかい？俺は確かにフォンテーヌ人らしい顔つきをしてるが、 100% 確定ってわけでもないね。大会に飛び込んで確認してみるしかないか。あんたに信用してもらえて光栄だ。これであんたに恩を返さないといけなくなったな。なぜ俺よりも得意げな顔してる？力と希望の兆しは好きだ。この先の未来は全てが良くなっていく。そう感じさせてくれるからな。別に悲観的に考えてるわけじゃないぞ。ただ事実を述べてるだけさ。何せ現実世界では常に物事が順風満帆に行くわけじゃないからな。だがいいニュースもある。悪いことが起こってしまう時には、俺らは同じ側に立っているはずさ。そうだろ？いや、ちょうど芝生でも探して
しばらく横になろうかと思ってたところだ。俺に用がないならな。ああ、環境はいいし、温度や湿度も日の打ちどころがない。のんびり過ごすにはぴったりの場所だな。これほど快適なシェルターを持ちながら、なお世を旅して回ることを厭わないとは。あんたがただものじゃないってのは確かだ。その揺るぎない口ぶりからすると、どうやらそれはあんたの人生において重要なことらしいな。目標にこだわるのはいいことだ。人生の道で迷わずに進む。だが、執念に支配されて危険な道に足を踏み入れてはいけないぞ。いいな。何しろこんなに素敵な場所があんたの帰りを待ってるんだから。いいだろう。何か話したい話題でもあるのかい？こういう時は天気の話から話すものだが、ここの気候はずっと変わらないようでな。なるほど。あの管理人は壺の精霊なのか。遠くから見ると大きな青冠柄みたいに見えるから、ここに来たばかりの頃はそういうペットでも飼っているのかと勘違いしてた。ああ、いいえ、手妙だな。そういえば、子供の頃も似たような間違いをしてた。俺はメルジーヌのことを、アンジェリック・アプリシアが陸に上がるとああなるんだと思ってたんだ。その後、本を読んで、しっかり頭の中に叩き込んだけどな。知ってると思うが、メルジーヌは、フォンテーヌの正式な市民として法律に定められていて、ペットや化け物として扱うことは固く禁じられている。なら問題ない。少なくとも法的なトラブルに巻き込まれる理由は一つ減ったな。海底で働いてくれる人が大いに越したことはないが、俺には犯罪を教唆する趣味はないからな。みんなにはできるだけ正規のルートからメロピデ要塞で働き、パレ・メルモニアの人々に迷惑はかけないでもらいたいと思ってる。ああ、おやすみ。日中はいつも騒がしい。だから、考えにふける必要のあるタスクは、大抵夜に取っておくんだ。でも、ここでならその必要はないな。もう少しぼーっとさせてくれ。どうも。要件を簡潔に説明してくれるかい？ん？仕事の件じゃない。そっちの方が逆に緊張するんだがな。とにかくまあ、座ってくれ。ついでに俺のことは公爵と呼ぶといい。あいつらがみんなこう呼ぶもんだから、もう慣れちまった。俺の背中にメルジーヌが書いたステッカーが貼ってあったら、剥がしてくれるかい？執務室でペットを飼おうかと考えたことがあったが、日差しすら届かない場所で暮らすなんて、犬や猫がかわいそうすぎると思ってやめたんだ。違法行為はしないように。他に何か言っておくことはあったか？ああ、違法行為はやめておいてくれ。もうこんな時間か。アフタヌーンティーを飲み終えたばっかりかと思ってたんだが。
おやすみ。俺ももう少ししたら寝るさ。この夜の静けさを借りて、いろいろ清算しようと思ってな。俺のことを深すぎる謎に包まれた人物とか、全能すぎる人物だと思ってくれている奴が多いみたいだが、あいにく俺は二つの目と二つの耳しか持ち合わせてないんだ。メロピデ要塞の隅々にまで目や耳が届くわけないだろ。俺の刑期はとっくに終わってるから、今は自由な市民さ。もちろん水の上をぶらつくことだってできる。案ずることはない。俺がずっと居座ってないとメロピデ要塞が安定して運転できないなんて、かえって不健全だろ。俺が誰かに抱く第一印象は大抵週刊登録リストから来てる。どうやらあんたも例外じゃないらしい。利益のやり取りがなくなって初めて友達になれるって言うだろ。今から始めてもいいぞ。昔獣人から化学薬品を使って元素を使う方法を学んだことがある。神の目の配布をどの部門が管理してるのかは知らないが、これくらいの分不相応は気にしないらしいな。警察隊の捜査から逃げる方法を知ってるかい？それはな、自分に長ったらしく覚えにくい名前をつけることだ。そしたら奴らが、誰々手を挙げろと叫びたいとき、済むからな。働かざる者食うべからずという言葉は、かなり昔からメロピデ要塞の壁に刻み込まれてる。誰の仕業かは知らんが、水の下じゃ確かに使えるな。理論上、俺のことを全く知らない者の方が、より幸せな生活を送れる。俺の体にある傷跡？かつて、深海の巨獣がメロピデ要塞を占拠しようと攻め込んできた時に、そいつとの喧嘩でできた傷跡。というのはもちろん嘘だ。信じるなよ。知ってるか？手錠っていうのは、型番が近ければ大抵は共通の鍵で開けられるんだ。俺が持ってるやつだけは例外だけどな。俺一人の能力には限りがある。俺は病気の治療もできないし、発明品を作ることもできないだろ。それに巨大な船を作ることだってもちろん不可能だ。だがこういうことをやれる者がどこにいるかを俺は分かっているから、みんなはただ俺の顔を立ててくれるのさ。今の俺はそれなりにいい暮らしをしてるが、それでも手に入らない一部のものが羨ましい。平和で楽しい子供時代と、簡単に他人を信じることのできる力だ。矛盾してるとか言いづらいとか、そう思う者もいるらしいが、俺は別にこの気持ちを認めてもいいと思ってる。己の本心に逆らって何になる。検討？
趣味とまでは言えないな。ただ生活する上で必須のもんさ。他に何かおすすめの趣味はあるかい？俺は確かにフォンテーヌ人らしい顔つきをしてるが、 100% 確定ってわけでもないね。大会に飛び込んで確認してみるしかないか。あんたに信用してもらえて光栄だ。これであんたに恩を返さないといけなくなったな。なぜ俺よりも得意げな顔してる？力と希望の兆しは好きだ。この先の未来は全てが良くなっていく。そう感じさせてくれるからな。別に悲観的に考えてるわけじゃないぞ。ただ事実を述べてるだけさ。何せ現実世界では常に物事が順風満帆に行くわけじゃないからな。だがいいニュースもある。悪いことが起こってしまう時には俺らは同じ側に立っているはずさ。そうだろ？いや、ちょうど芝生でも探してしばらく横になろうかと思ってたところだ。俺に用がないならな。ああ、環境はいいし、温度や湿度も日の打ちどころがない。のんびり過ごすにはぴったりの場所だな。これほど快適なシェルターを持ちながら、なお世を旅して回ることを厭わないとは。あんたがただものじゃないってのは確かだ。その揺るぎない口ぶりからすると、どうやらそれはあんたの人生において重要なことらしいな。目標にこだわるのはいいことだ。人生の道で迷わずに進む。だが執念に支配されて危険な道に足を踏み入れてはいけないぞ。いいな。何しろこんなに素敵な場所があんたの帰りを待ってるんだから。いいだろう。何か話したい話題でもあるのかい？こういう時は天気の話から話すものだが、ここの気候はずっと変わらないようでな。なるほど。あの管理人は壺の精霊なのか。遠くから見ると大きな青冠柄みたいに見えるから、ここに来たばかりの頃はそういうペットでも飼っているのかと勘違いしてた。ああ、言い得て妙だな。そういえば子供の頃も似たような間違いをしてた。俺はメルジーヌのことをアンジェリック・アプリシアが陸に上がるとああなるんだと思ってたんだ。その後本を読んでしっかり頭の中に叩き込んだけどな。知ってると思うが、メルジーヌはフォンテーヌの正式な市民として法律に定められていて、ペットや化け物として扱うことは固く禁じられている。なら問題ない。少なくとも法的なトラブルに巻き込まれる理由は一つ減ったな。海底で働いてくれる人が大いに越したことはないが、俺には犯罪を教唆する趣味はないからな。みんなにはできるだけ正規のルートからメロピデ要塞で働き、パレ・メルモリアの人々に迷惑はかけないでもらいたいと思ってる。ああ、おやすみ。日中はいつも騒がしい。だから考えにふける必要のあるタスクは大抵夜に取っておくんだ。でも
ここでならその必要はないが、もう少しぼーっとさせてくれ。どうも。要件を簡潔に説明してくれるかい？ん？仕事の件じゃない。そっちの方が逆に緊張するんだがな。とにかくまあ座ってくれ。ついでに俺のことは公爵と呼ぶといい。あいつらがみんなこう呼ぶもんだからもう慣れちまった。俺の背中にメルジーヌが書いたステッカーが貼ってあったら剥がしてくれるかい？執務室でペットを飼おうかと考えたことがあったが、日差しすら届かない場所で暮らすなんて、犬や猫がかわいそうすぎると思ってやめたんだ。違法行為はしないように。他に何か言っておくことはあったか？ああ、違法行為はやめておいてくれ。もうこんな時間か。アフタヌーンティーを飲み終えたばっかりかと思ってたんだが。おやすみ。俺ももう少ししたら寝るさ。この夜の静けさを借りて、いろいろ清算しようと思ってな。俺のことを深すぎる謎に包まれた人物とか、全能すぎる人物だと思ってくれている奴が多いみたいだが、あいにく俺は、二つの目と二つの耳しか持ち合わせてないんだ。メロピデ要塞の隅々にまで目や耳が届くわけないだろう。俺の刑期はとっくに終わってるから、今は自由な市民さ。もちろん水の上をぶらつくことだってできる。案ずることはない。俺がずっと居座ってないとメロピデ要塞が安定して運転できないなんて、かえって不健全だろ。俺が誰かに抱く第一印象は大抵週刊登録リストから来てる。どうやらあんたも例外じゃないらしい。利益のやり取りがなくなって初めて友達になれるって言うだろ。今から始めてもいいぞ。昔囚人から化学薬品を使って元素を使う方法を学んだことがある。神の目の配布をどの部門が管理してるのかは知らないが、これくらいの分不相応は気にしないらしいね。警察隊の捜査から逃げる方法を知ってるかい？それはな、自分に長ったらしく覚えにくい名前をつけることだ。そしたら奴らが、誰々手を挙げろと叫びたいとき、済むからな。働かざる者食うべからずという言葉は、かなり昔からメロピデ要塞の壁に刻み込まれてる。誰の仕業かは知らんが、水の下じゃ確かに使えるな。理論上、俺のことを全く知らない者の方が、より幸せな生活を送れる。俺の体にある傷跡、かつて
深海の巨獣がメロピデ要塞を占拠しようと攻め込んできた時に、そいつとの喧嘩でできた傷跡というのはもちろん嘘だ。信じるなよ。知ってるか、手錠っていうのは型番が近ければ大抵は共通の鍵で開けられるんだ。俺が持ってるやつだけは例外だけどな。俺一人の能力には限りがある。俺は病気の治療もできないし、発明品を作ることもできないだろ。それに巨大な船を作ることだってもちろん不可能だ。だがこういうことをやれる者がどこにいるかを俺は分かっているから、みんなはただ俺の顔を立ててくれるのさ。今の俺はそれなりにいい暮らしをしてるが、それでも手に入らない一部のものが羨ましい。平和で楽しい子供時代と、簡単に他人を信じることのできる力だ。矛盾してるとか言いづらいとかそう思う者もいるらしいが、俺は別にこの気持ちを認めてもいいと思ってる。己の本心に逆らって何になる。検討？趣味とまでは言えないな。ただ生活する上で必須のもんさ。他に何かおすすめの趣味はあるかい？俺は確かにフォンテーヌ人らしい顔つきをしてるが、 100% 確定ってわけでもないね。大会に飛び込んで確認してみるしかないか。あんたに信用してもらえて光栄だ。これであんたに恩を返さないといけなくなったな。なぜ俺よりも得意げな顔してる？力と希望の兆しは好きだ。この先の未来は全てが良くなっていく。そう感じさせてくれるからな。別に悲観的に考えてるわけじゃないぞ。ただ事実を述べてるだけさ。何せ現実世界では常に物事が順風満帆に行くわけじゃないからな。だがいいニュースもある。悪いことが起こってしまう時には俺らは同じ側に立っているはずさ。そうだろ？いや、ちょうど芝生でも探してしばらく横になろうかと思ってたところだ。俺に用がないならな。ああ、環境はいいし、温度や湿度も日の打ちどころがない。のんびり過ごすにはぴったりの場所だな。これほど快適なシェルターを持ちながら、なお世を旅して回ることを厭わないとは。あんたがただものじゃないってのは確かだ。その揺るぎない口ぶりからすると、どうやらそれはあんたの人生において重要なことらしいな。目標にこだわるのはいいことだ。人生の道で迷わずに進む。だが執念に支配されて危険な道に足を踏み入れてはいけないぞ。いいな。何しろこんなに素敵な場所があんたの帰りを待ってるんだから。いいだろう。何か話したい話題でもあるのかい？こういう時は天気の話から話すものだが、
ここの気候はずっと変わらないようでな。なるほど、あの管理人は壺の精霊なのか。遠くから見ると大きな青冠柄みたいに見えるから、ここに来たばかりの頃はそういうペットでも飼っているのかと勘違いしてた。ああ、いいえ、手妙だな。そういえば子供の頃も似たような間違いをしてた。俺はメルジーヌのことをアンジェリック・アプリシアが陸に上がるとああなるんだと思ってたんだ。その後本を読んでしっかり頭の中に叩き込んだけどな。知ってると思うが、メルジーヌはフォンテーヌの正式な市民として法律に定められていて、ペットや化け物として扱うことは固く禁じられている。なら問題ない。少なくとも法的なトラブルに巻き込まれる理由は一つ減ったな。海底で働いてくれる人が大いに越したことはないが、俺には犯罪を教唆する趣味はないからな。みんなにはできるだけ正規のルートからメロピデ要塞で働き、パレ・メルモリアの人々に迷惑はかけないでもらいたいと思ってる。ああ、おやすみ。日中はいつも騒がしい。だから考えにふける必要のあるタスクは大抵夜に取っておくんだ。でもここでならその必要はないな。もう少しぼーっとさせてくれ。どうも。要件を簡潔に説明してくれるかい？ん？仕事の件じゃない？そっちの方が逆に緊張するんだがな。とにかくまあ座ってくれ。ついでに俺のことは公爵と呼ぶといい。あいつらがみんなこう呼ぶもんだからもう慣れちまった。俺の背中にメルジーヌが書いたステッカーが貼ってあったら剥がしてくれるかい？執務室でペットを飼おうかと考えたことがあったが、日差しすら届かない場所で暮らすなんて犬や猫がかわいそうすぎると思ってやめたんだ。違法行為はしないように。他に何か言っておくことはあったか？ああ、違法行為はやめておいてくれ。もうこんな時間か。アフタヌーンティーを飲み終えたばっかりかと思ってたんだが、おやすみ。俺ももう少ししたら寝るさ。この夜の静けさを借りていろいろ清算しようと思ってな。俺のことを深すぎる謎に包まれた人物とか全能すぎる人物だと思ってくれている奴が多いみたいだが、あいにく俺は二つの目と二つの耳しか持ち合わせてないんだ。メロピデ要塞の隅々にまで目や耳が届くわけないだろ。俺の刑期はとっくに終わってるから、今は自由な市民さ。もちろん水の上をぶらつくことだってできる。案ずることはない。俺がずっと居座ってないとメロピデ要塞が安定して運転できないなんてかえって不健全だろ。俺が誰かに抱く第一印象は大抵週刊登録リストから来てる。
どうやらあんたも例外じゃないらしい。利益のやり取りがなくなって初めて友達になれるって言うだろ。今から始めてもいいぞ。昔、獣人から化学薬品を使って元素を使う方法を学んだことがある。神の目の配布をどの部門が管理してるのかは知らないが、これくらいの分不相応は気にしないらしいね。警察隊の捜査から逃げる方法を知ってるかい？それはな、自分に長ったらしく覚えにくい名前をつけることだ。そしたら奴らが誰々手を挙げろと叫びたいとき済むからな。働かざる者食うべからずという言葉はかなり昔からメロピデ要塞の壁に刻み込まれてる。誰の仕業かは知らんが、水の下じゃ確かに使えるな。理論上、俺のことを全く知らない者の方がより幸せな生活を送れる。俺の体にある傷跡、かつて深海の巨獣がメロピデ要塞を占拠しようと攻め込んできた時に、そいつとの喧嘩でできた傷跡というのはもちろん嘘だ。信じるなよ。知ってるか、手錠っていうのは型番が近ければ大抵は共通の鍵で開けられるんだ。俺が持ってるやつだけは例外だけどな。俺一人の能力には限りがある。俺は病気の治療もできないし、発明品を作ることもできないだろ。それに巨大な船を作ることだってもちろん不可能だ。だがこういうことをやれる者がどこにいるかを俺は分かっているから、みんなはただ俺の顔を立ててくれるのさ。今の俺はそれなりにいい暮らしをしてるが、それでも手に入らない一部のものが羨ましい。平和で楽しい子供時代と、簡単に他人を信じることのできる力だ。矛盾してるとか言いづらいとかそう思う者もいるらしいが、俺は別にこの気持ちを認めてもいいと思ってる。己の本心に逆らって何になる。検討？趣味とまでは言えないな。ただ生活する上で必須のもんさ。他に何かおすすめの趣味はあるかい？俺は確かにフォンテーヌ人らしい顔つきをしてるが、 100% 確定ってわけでもないね。大会に飛び込んで確認してみるしかないか。あんたに信用してもらえて光栄だ。これであんたに恩を返さないといけなくなったな。なぜ俺よりも得意げな顔してる？力と希望の兆しは好きだ。この先の未来は全てが良くなっていく、そう感じさせてくれるからな。別に悲観的に考えてるわけじゃないぞ。ただ事実を述べてるだけさ。何せ現実世界では常に
物事が順風満帆に行くわけじゃないからな。だがいいニュースもある。悪いことが起こってしまう時には俺らは同じ側に立っているはずさ。そうだろ？いや、ちょうど芝生でも探してしばらく横になろうかと思ってたところだ。俺に用がないならな。ああ、環境はいいし、温度や湿度も日の打ちどころがない。のんびり過ごすにはぴったりの場所だな。これほど快適なシェルターを持ちながら、なお世を旅して回ることを厭わないとは。あんたがただものじゃないってのは確かだ。その揺るぎない口ぶりからすると、どうやらそれはあんたの人生において重要なことらしいな。目標にこだわるのはいいことだ。人生の道で迷わずに進む。だが執念に支配されて危険な道に足を踏み入れてはいけないぞ。いいな。何しろこんなに素敵な場所があんたの帰りを待ってるんだから。いいだろう。何か話したい話題でもあるのかい？こういう時は天気の話から話すものだが、ここの気候はずっと変わらないようでな。なるほど。あの管理人は壺の精霊なのか。遠くから見ると大きな青冠柄みたいに見えるから、ここに来たばかりの頃はそういうペットでも飼っているのかと勘違いしてた。ああ、いいえ、手妙だな。そういえば、子供の頃も似たような間違いをしてた。俺はメルジーヌのことを、アンジェリック・アプリシアが陸に上がるとああなるんだと思ってたんだ。その後、本を読んで、しっかり頭の中に叩き込んだけどな。知ってると思うが、メルジーヌは、フォンテーヌの正式な市民として法律に定められていて、ペットや化け物として扱うことは固く禁じられている。なら問題ない。少なくとも法的なトラブルに巻き込まれる理由は一つ減ったな。海底で働いてくれる人が大いに越したことはないが、俺には犯罪を教唆する趣味はないからな。みんなにはできるだけ正規のルートからメロピデ要塞で働き、パレ・メルモリアの人々に迷惑はかけないでもらいたいと思ってる。ああ、おやすみ。日中はいつも騒がしい。だから、考えにふける必要のあるタスクは、大抵夜に取っておくんだ。でも、ここでならその必要はないな。もう少しぼーっとさせてくれ。俺の背中にメルジーヌが書いたステッカーが貼ってあったら剥がしてくれるかい？もうこんな時間か。アフタヌーンティーを飲み終えたばっかりかと思ってたんだが、おやすみ。俺ももう少ししたら寝るさ。この夜の静けさを借りて、いろいろ清算しようと思ってな。